マコタクです。 A 列車で行こうエクスプレスプラス、ここの今見ていただいている場所、ここの発展はもうある程度なったので、また別のところやっていこうかなと。で、別のところやる前に新幹線をちょっと欲しいなと思ってるので、富士山見えますね。ちょっとどこかに新幹線の駅を作りたいんだけど、新幹線の駅ってなんか止まらないんだよね。自らが操作できるようなものではないので、ここで新幹線のプロジェクトやるんだけれども、自由にできるようなものでもないので、この隅っこの方にちょっと置いといてね。ちょっとなんか無粋だけれども、これで誘致やりましょう。またリニアとかもできるんだけど、金銭的には余裕があるので、これもやっていきましょう。並走する形で、多分これも扱えないはずです。自分では乗客とかも降りないし、お金も入らないしのものなので。だがこれを建てることによって、このあと新幹線とリニア使うことができるようになるので、これで様子見ていきましょう。まずはこれが作り終わるのを待ってから先に進めていきます。というわけで、ここで2つほど完成しましたね。だがこれを自らで操作とかができないんだよね。なので、まあここ端にあってもいいのかなと。止まるんだけど乗客が降りてるかどうかもわからないので、この辺り発達するかがちょっとね不明だったので、この角の方に置いて、資材持ってくるかとかいう問題もあるけど、まあ、どうなんだろうね。この辺りは暇があれば持ってくるか、ここら辺でトラックちょっと運送やりましょうか。ではトラック見ていきましょうか。この1台のみでどこまで運べるかの問題も出てくるけれども、発達しないことを前提にねやってるので、ここで積むだけをやっておく。そしてこれをここでまた積むをやって、反対方向で下ろすのみをやる。それだけの簡単なダイヤで。で、地下の方にも資材置き場作ったので、そこに勝手にね下ろしてくれることを願って下ろしましょう。ここでこれで特に週末とかも止めなくてもいいと思うので、まあ、こんな感じで発達するかどうかも含めて確認をここはやっていきたいなと思います。これね、もう一個はこれ失敗したんでね。だけど、まあせっかくなんで2つ資材置き場台を作っておきました。さて、ここはじゃあよしとして、ならばこの新たに買えるようになった新幹線、ずらっとね買えるようになってますので、購入見ていきましょうか。超特急どれを使うかという問題が本当ね難しくなってますけれども、ここまで数が多いよね。まあ一つリニアは今回使ってみようかなと思います。以前のプレイの時には使ってなかったので。だがこれあれだね、リニアはアートリンクになってますね。まあ当然まだ稼働はしてないから、存在がそもそもしないのかな。これは現実にねあるようなものが、となるとやっぱりリニアは使わずという選択肢も当然出てくるので、ドクターイエロー、まあそのあたりじゃあ使わずでやってった方が良さそうかもしれない。いずれにしてもどういったものを使うか、またどこに作るかもね含めて考えていきたいんですが、一つ考えてるのはこの神社があったところ、神社山、そして SL の終着駅、ここにあるので、まあ、SL があるんであれば、じゃあ最新の新幹線もこの方向持ってこようかなと。そうなるとここの角度、ここが結構いい感じにまっすぐ空いてるので、ここに駅を一つ作ろうかなと思います。そこら辺ではやっておきましょう。
では今回追加された始発駅のレトロ、以前作ったのは他のものだったんですが、このレトロのやつを行こうかなと。ホーム数は7、ホームの長さは10のままでいいでしょう。これはこの角度かな。ちょっと資材置き場とかも離れてるけど、どうするかだな。もう一個ここら辺に SL を走らせたい気もするんでね。となるとこの辺りに置いといて、でこれだけではなく、せっかくなのでもう一つね、今回追加された田舎駅の木造駅舎、これも以前何回か使ってますけれども、これも並列する形に置いとこうかなと思います。大丈夫か、ここまで行ったらダメ。こんな感じで、じゃあここに何置くかとなったら、やはり新幹線をねがっつりと置いていきたいと思いますので、まあ、そこら辺も含めてさらにやっていきましょう。また SL 用に何かステーション作るとなると何になるんだろうな。 SL というと、まあそっか、転車台とかも使わないとダメっていうことになるので、ちょっとここら辺のサイズだと厳しいか。まあ、こういう感じの転車台を使わないとダメ。もうちょっと前の方で、ここら辺ちょっと調整区域で先に発展させないようにやっておきましょう。またこのそば、この方向から参拝するという意味で、ここの神社だけでなく、ここら辺もう一個神社作りたいんでね。コンストラクション、神社はランドマークになるのかな。ランドマークではない、文化施設か。今回また新たに追加された神社があって、それが何かというと、なんだっけかな、山じゃないな、これか、石段、これが追加されている。で資材がこれは350だから、ここにある資材置き場にあるものだけでは足りてない。多分ここ作ろうと思っても作れないんでね。まあこれでもあれだね、特に山のところに置かなくてもなんとかなるので、この辺りに置いても面白いし、で即座に、ね、駅から出て神社というのも悪くはないでしょう。もしくはこのなんか住宅街にある神社を、もしくはこの辺りに置く、まあ、その辺りも含めて、ここら辺は資材がないと何ともならないので、そこら辺も後々やっときましょう。では線路の延伸なども含めてやっていきます。まあその前に買っときましょうか、新幹線。迷うというか難しいというか、まあ、所属で見た方がいいのかな。でこの H5、 これ何かというと北海道のっていう意味らしいんですよね。で E の方の E は東日本、イーストの東、東日本、まあ、それ系らしいので、まあ、そうなると、まあ、そこら辺統一するかとかね、いろいろ考えられるんだけれども、いやーでもこれ難しいぞ選ぶの。まず北海道は一つ選びましょう。 H5 系10両編成購入、また東北新幹線も選びましょうか。で確か東北新幹線はこれでいいのかな、小町、多分これと連結するはずなんでね。なので小町も買っておきましょう。ほか次はあれか、北陸行くのどれだろうね。まあその前に東海道新幹線 N700系、 これ買っておきましょう。これ速度ちょっと遅いけれども定員が多分多いんでしょうね。他逆にレトロ系も行きましょうか。0系、編成車両は10にしておく。他難しいね。パッと見てるんだけど、山陽とか実を言うとわからないんでね。3番目買っときましょうか。九州、これ8両編成、
これか、つい最近車両が被害あったの多分これだと、この系統だと思うんだけれども、いや違うな、これはちょっと古いもんね。水没した車両、あれを復帰させたいなと思うんだけれども、これかな、北陸新幹線。ちょっとこれも買っときましょう。これでいいのかどうかわからないけれども、今ので2、4、色の7、7つで、ホーム数が14あるので、さらに追加でいくつか選んでおきます。では14買いましたので、これ置いときましょうか。まだ即座に当然発車できないんだけれども、どうするか。まず北海道、そして東北、これは秋田とかに行くもの。レトロ系は左側行きましょうか。レトロ100系、まあとはいえ細かいことはわからないけれども、200系、300とかは買ってないので500系、あとは700系とかになるのかな。まず0系は置いてあるんでね、700系。で800系、これ置いといて、また置いてないものは N700、 最新のものだと思うけれども、もう一個 N700、 あとリニアもね、やっぱりちょっと使ってみたかったんでリニアも買いました。あと E7 系、これで一つはレール余っている、リニアを移動させるか、それともリニアかな、移動させるとしたら撤去やって配置でこっち側に置いておく。古いのから新しいので最新のものに向かって、で E2 系を置いて、このような感じで最新のプラスで追加されたこのレトロ駅、そして奥には田舎駅、これを用いてこのような新幹線、富士山バックに大量に並ぶかのような状況になってます。当然これ並べておしまいのままでもいいんだけれども、やはり運行させたいような気もするので、ここら辺をうまく活用やっていきたいと思います。あとはレール敷いてどうするか、これはまっすぐを行って、まっすぐ行くともう何もないんでね、まっすぐ行かせるか、それとも左側行かずに右側にこの入り込むか、それとも逆に左側行って外に出すか、そのあたりになると思うんだけれども、まあ、そこら辺も含めてちょっと適当に線路まず伸ばして検討をやっていきます。さてある程度整ったんですが、まだまだちょっと時間がかかりそうです。まずここの新幹線の駅は全部運休にしておいて、まだ動かさないような状況にして、この行った先、ここの駅、ここの駅でさらに先行くと二手に分かれる。昔の新幹線プラスリニアの方はこの北の方に抜けてもらう、もう一方他の今現在使われていると思われる新幹線に関しては、ここまっすぐ行った後、ここの大きな駅で分岐する際に一直線行って、ここである程度拠点作りましたので、駅作ってなんとか発展を促していきたい。新幹線止まった先は新幹線は外に出てまた戻ってくるような状況にしています。この辺りがうまくいけばこの辺りの発展は楽になると思います。あとはここら辺またレールを伸ばしていって、さらにこっち側も延伸していく。で一方ここの新幹線止まる駅から特急を走らせる目的で、この方向さらにずっとね行って、でこの行き着く先がどこかというと、以前中間駅作ってそのままにしておいたこの空いたね場所、ここにようやくラインを作ることができましたので、ここから特急を走らせてさらに行こうかなと。
向こう側に新幹線の駅につながるようなラインをこのように敷いています。まだ中間駅とかも作ってないし、資材置き場も作ってないので全く動かないんですが、この辺りをなんとか発展させていけたら良いなと思ってます。もうお金が結構カツカツになってきたので、少しまた休憩を挟みつつさらなる発展をやっていく。この94系ダイヤだけやっときましょうか。発車時刻は6時発で22時で30分おきぐらいで良いと思います。これで動かしましょうか。さて最初は直進で、これ今走っているのは681系、これちょっとどこで使われていたものかわからないけど、あれかな、サンダーバードか何かかな、確か。これ奥走ってますね、新幹線。走らせるつもりなかったんだけど、運休にしたはずなんだけど、全部遠慮なく走っていってる。ここはまっすぐ進む、時間制限いらないでしょ今のところは。で次はここ分岐をする。これでここは折り返しとなっています。ここも発車間隔30分おきで、どうするかだな。ここで30分おきにするか、それとも中間駅で30分おきにするか。次来るここでいいかな。下手するとね、戻ってくるときにまたぶつかる可能性があるので、もう1車両走らせる予定なので、そうなるとこの間でうまく調整するのが良いような気もするし、でここは続行、ここはもう1車両走らせてどのような動きするか、ぶつからないかどうかだけ確認した後はこのようなダイヤでやっていきたいと思います。向こう到着、これは右に曲がっておきましょう。場合によっては4車両分走らせるのも考えた方がいいかもしれない。だけれどもまだそこまでの余裕は今はないので、2車両のみで、これもう1個681系は、これは売却をしようとするとサンダーバードだね、機内から北陸向かうような、そのような路線になっています。では反対側にやっておきましょうか。これ新幹線走らせる予定なかったけど、走っていってどこかぶつかるかどうかとかも確認をしないといけない。そうでないとまたゼロからやり直しなんでね、そこら辺ちょっと面倒。ダイヤまずコピーをやってからくっつけて配置を行う。これはどのあたり、このあたり反転で置いておく。これでなんとか動くと思います。じゃあ新幹線戻ってくる様見ましょうか。もうすでにいくつか戻ってきてる気配ありますけれども、これが元いた車両に行ってくれるかどうかなんでね、ここで曲がって、多分そんな設定やってないんで全然違うところに全部入ってくる可能性が高い。またここもうぶつかってますね、どこかで。ここでぶつからないように設定をしようと思ってたので、当然ね、何も設定してなければぶつかってしまう。というわけでここはまたやり直しとなります。多分リニアが早すぎて、なんか早く戻ってきてまた出てしまったとか、そんな感じだと思います。ここら辺の部分に関してはまた次回やって、一方ここはもう今のところまだまだ発展してないので1車両のみで、確か地下鉄を東京メトロ走らせてる、この90番走らせてるかのような状況です。多分まだまだね、人は乗らないと思うけど、早めにここら辺も手を打っておくといったところでしょうか。92もこれも、ここは貨物積んだ後に
夜になったら走らせる。で夜ここに1車両を止めてぶつからないようにするといったところでしょうか。あとはまたここら辺延伸早めにやっといて置く方が良いのかなと思いますが、そのあたりはまた次回以降やっていきたいと思います。なかなか一気に引いたのでこれ全体がどうなるかね、なかなか見通せないですけど、これがうまくいくことを願って、ではまた次回は新幹線の時刻表そこら辺を触った後に進めていきます。この続き興味ありましたら次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。